尾形と申します。もう25年ぐらい前からですね、川辺川の柔道をやってからですね、いまだに、いろんな川のことを考えられることをいろんな活動をやっていますが、天草の大水害ですが、私は小学校3年の時だったと思う記憶してるんですよ。で、なんでよう覚えてるかというと、学校で募金があってですね、で、なんかうちのお袋がですね、200円ですね、私に封筒入れて渡してくれて、学校持って行って100円ももらったことがないですね。なんか10円とか50円しかもらったことないのに200円募金したので、まだ、しっかり覚えております。で、学生の時になんか足北来とった友達が足北からですね、今もなんかその山崩れがした跡が見えるよというのをちょっと覚えてますが、今日は今年の夏ですね、7月の西日本豪雨災害の後の現地をちょっといくつか見てきましたので報告しますが、なんかその後いろいろ地震があったり台風が何回も来たりですね、ちょっと記憶がですね、ちょっと薄れられてるかもしれませんが、ちょっと今日お話し進めたいと思います。7月の西日本豪雨災害ですが、227名の方が亡くなっていて、広島と岡山と愛媛がですね、非常に多くて、この3県見てまいりました。亡くなられた方の死因をちょっと調べてみますと、土砂災害ですね、ほとんどですね。あと小田川の堤防決壊、あとダム放流により増水でも亡くなられています。このなんかちょっと日本地図がちょっと見えにくいけど、この4箇所をですね、ちょっと視察してきましたけど、その中から3つ今日は報告したいと思います。まず8月にですね、岡山県の真備町堤防決壊したところですけど、ちょうど国会議員の現地視察に同行することができました。これは高橋川という川に小田川というのがこの西側から合流して、この青いところが浸水して51名の方が亡くなって、このペケの2箇所で堤防が切れてですね、まずその一番の場所で国交省の説明を聞くことができたんですけど、国交省はもうどうでもいいような説明をして終わったんですけど、現地の方が来られました。これこっち小田川流れとって、ここで高橋川というのを合流してるんですけど、ここは洪水の時にですね、もうジャングルみたいに木が茂っていたそうです。で、簡単に言えばその、河川敷のその木に、が流れを阻害して、溢れているということですね。で、びっくりすることにですね、もう水害直後から伐採を始めてですね、今河原には何にもないこんな状態のところで国交省が説明しているわけですね。これが、小田川ですね、もう河川敷もう全部ジャングルみたいな状況です。それがですね、この同じ橋の下流ですけど、もう災害直後から全部木を切ってしまってるわけですよね。証拠隠滅みたいな感じですね。これがこの橋の上から撃ったんですけど、ここから下流はもう伐採して、この水害の時は全部こういう橋より堤防より高く木が茂ってるわけですよね。この2番の堤防決壊の場所をちょっと報告します。この場所ですね、100メートルぐらい堤防が切れて、ここから水が入ってきて51名の方がお亡くなりになったんですけど、皆さんも水死ですね、お年寄りが多かったという話ですけど、ここのちょうどここの橋、この高間川という支流が合流して、ここの橋の上でちょっと国交省の話聞いたんですけど、この橋の下流のここが堤防決壊してるんですけど、復旧してあったんですが、この小田川の支流のこのちっちゃいこの支流がですね、合流してるんですけど、この支流の両側もこの災害直後はこんな状況ですね、壊れてるんですよね。で、その後調べてみたらですね、この小田川という本線よりこの支線の方がですね、堤防の高さが1メートル以上低いわけですよね。堤防が同じ高さじゃないと意味ないですよね。ですからここジャングルのような流れ切れない川
の、まあ、こちらの視線の方が堤防の高さが低いもんですから、まあ、こっちは溢れなくてもこのちっちゃい視線の方からこれ溢れ始めてるわけですよね。ものすごく、まあ、さっきも見たようにチャチな堤防ですから、まあ、ここで堤防が壊れて切れてしまって、まあ、ドーンとここからもう水が町の中に入ったと。とここに逆流して、そしてこの辺から壊れて始めた、痕跡があって、ここが大決壊して、まあ、町中が水浸し、まあ、4メートル5メートルも浸水して、1階に住んでいたお年寄りなんかがたくさん亡くなっています。まあ、非常に問題なのはこのちっちゃい支流は岡山県が管理してですね、こちらは国が管理してるんですよ。まあ、管理者が違うと堤防の高さまで違うのかということですよね。堤防の高さ、水は低いところから溢れるので、まあ、これおかしいですよね。あとちょっと見えにくいですけど、この小田川と高橋川をですね、付け替えるような工事があって、まあ、国交省の資料によると、その工事が終わっていれば、まあ、絶対このような災害は防げたということです。まとめますと、小田川は過去に何回も浸水被害を受けて、今回の災害は想定できたはずです。小田川は国が管理、支線は県が管理、管理者が違うと堤防の高さまで違ってくると。小田川高橋川の合流部の付け替え工事は手つかずの状態ですね。河川敷の樹木の伐採や溜まった土砂の撤去はできたはずです。まあ、必要な対策から先行して進めることが必要だと思います。次は愛媛県肘川の2つのダムの視察をしてきました。まあ、簡単に言えば肘川というところに野村ダム、神奈川ダムというダムがあって、まあ、満水になって放流したもんですから、野村ダムの下流で5人、神奈川ダムの下流で4人が亡くなっています。これは野村ダムの直下流のですね、この神社なんですけど、この鳥居の上まで浸水してます。で、ここはですね、前から洪水の浄水地帯でですね、神社だけポツンとあったそうですね。周りには全然家が建っとらんさったそうですよ。でも、ダムができたからといって安心して周りにいっぱい家ができとるわけですよね。で、神社もこんな浸水したことは1000年以上の歴史あって初めてだそうですね。まあ、この神社の周りですけど、新しい家がたくさんできてたのが、まあ、2階まで浸水しているような状況ですね。みんなダムができたから安心して家建てとるわけですよね。で、これは野村ダムの青いのが流れ込む流入量です。赤いのが放流量、放流した量ですね。ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、これが雨量です。この雨量、まあ、簡単に言いますと、この青いグラフというのは、これは5時間ぐらいかけて徐々にずーっと水が増えていってるわけですよね。ところがこの3時間分ぐらいずーっとダムに溜め込んで、流してなかった分ダムが満水になったら、ドーンと一気に放流してるわけですよ。これ国交省の資料なんですけどね。まあ、ダムがあったおかげで短時間で急激に増水して、まあ、人々は逃げる暇もなかったということです。国交省はダムが溜め込んどった分ですね、これで逃げる時間を確保できるというのが、まあ、ダムの、まあ、売りですよね。でも見てください、夜の2時3時4時5時なんかに避難することでくんですかね。ましてや一番雨が降っとる時期ですよ。まあ、いろんなサイレンだとか防災無線なんか雨の音で全く聞こえなかったそうです。まあ、このダムの流入量というのはダムがない場合と一緒ですよね。まあ、ダムがなかった場合は少しずつ増えていって、ああこれはまずいなと逃げることができたのに、まあ、
ダムがあって溜め込んどった分、短時間にドーンと増えたということですね。集落の川の近くには、危ない、サイレンが3回鳴ったら川に近づけないでくださいというこのような看板は立っていますが、サイレンの音聞こえる、全く聞こえなかったそうです。放送も聞こえなかったそうです。川に近づかないどころか、まあ簡単に言えば橋を越えてるわけですよね。橋というのは、まあ溢れてもつからんように高いところにできてるんですよね。それ橋を越えてるということですよね。これはもう一つ下の金川ダムです。これはあの私が撮った写真なんですけど、ダム放流でここの発電所がぶっ壊れたそうですね。で、ちょっと帰ってネットで探したらこれですよね。これでぶっ壊れたそうですね。これダム放流しているこの金川ダムです。この辺の人たちも怖かったでしょうね。この中学校もグラウンド突きって言うんですけど、これ私が見た時はこのグラウンド、これですよね。これでこっちの人にちょっと話聞きたかったんですけど、ちょっとこっちの方には車で行けらんだったもんですから聞かれになったんですけど、まあ簡単に言えばここですね。この支流のこの川辺川というのの上流にこの役場の支所があるんですけど、そこも2階まで浸水してました。国交省すごいですよ。洪水を防ぐためにこの川辺川というのの上流に大和坂ダムという100メートルのダムを作ると 今も言っています。まあこういうダム災害があったのにまたダムを作ると言ってるわけですよね。これは肱川の下流の大洲市というところの、これは堤防です。これはこの高さ の裏側にこれ町があるとですよ。高さ4メートルから5メートルぐらいの堤防です。これお城じゃないです、堤防です。ちょっとくどいですけど、水がここまで来たそうです。でもこの大洲市は、まあ、この堤防があったおかげで浸水は免れてるわけですよね。想定以上の降雨の場合、ダムは満水になり、ダムへの流入量をそのまま下流に流すしかなくなり、洪水調節できなくなります。ダムがない場合に比べ洪水の水位も急激に上がります。ところがその点を、ダムを建設する前にも建設されてからも国交省は住民に知らせようとしません。そりゃそうですよね。私が川辺川ダムの反対運動をやってた時も、国交省は流域住民の生命財産を守るために川辺川ダムは必要不可欠というふうにいつも言ってたわけですよね。でも想定以上の洪水になったら、お分かりのようにダムはもう流入量をそのまま流すしかなくなるわけですよね。そういう恐ろしい点は全く言わないわけですよね。ダムができてからも言わないので、まあ、このような悲惨なことが起こっているわけです。こういうことは熊本でも起こってます。これは昭和40年の7月の球磨川の人吉の災害ですけど、ちょっと新聞の大事だけちょっと読みますね。ダム放流が心配と、ダム責任の追及。まあダム放流で非常に人吉は被害を受けたと。それまでは徐々に増えていたのが、ダムが放流したもんですから、まあ、商品を2階に上げる時間もなかったそうです。無責任な放流、一房ダム利益に任せた人災、繰り返された熊谷川水害、轟音を立てて放水する一房ダムですね。ちょっともうだいぶ時間過ぎましたので、最後に呉市の野呂川ダムというのをちょっと見てきた話をします。これもうマサルっていうですよね、なんか花崗岩が風化した、もうこのダムの上流はもう何十箇所でこういう土砂災害です。まあ、家も流されてこのような状況ですね。そしてあの花崗岩の固まった後もうカッチンカッチンですもんね。
そしてもうすごいですね、あの乾いた後の埃もですね、まあ、このように砂防ダムももうぶっ壊れてしまってますまあこの上流の方からこの野呂川ダムに行ったんですけど、もう至る所このように土砂災害が起こって、これはあの災害後1ヶ月後に行ったんですけど、ようよ通れるような状況ですね、まあ、このような状況です。これ野呂川ダムですね。で後でちょっと調べてみたら、2人この時ダムの中にダムの事務所におられていろいろ操作されてたそうですけど、応援を県で 送ろうと思ってもダムの上流も下流もこのような状況で行けなかったそうですね。それは1ヶ月後でこれですから。ですから、流入量以上に放流したといって問題になってるんですけど、それ以前の問題ですよね。この野呂川ダム直下のここのお宅の人にですねちょっと聞いてみたんですけど、ダム放流について何の連絡もなかったそうです。でこの方はダムの上流の方の お知り合いのところからちょっと非常に今ダムが危ない状態だということで逃げられたそうですね、高台の方に。でも周りの人は逃げんだった人もたくさんいらっしゃったそうです。これ野呂川の河口殿の呉市の吉浦町というところですけど、ここも軒並み、1回全部浸水しているような状況ですね。まあ、これは野呂川ダムの問題もあるかもしれませんけども、至る所土砂災害が起こって、まあ、あの川が集中しているような場所だったからかもしれませんが、そのような状況でした。西日本災害で亡くなられた方の死因をもう一度ちょっと述べてみますけど、まあ、今後必要な対策は土砂災害の対策、森林の保全ですね、あと河道の整備、河原に溜まった土砂の撤去や堤防の整備、あとダムの危険性というのをきちんと教えるとですね、またこのような悲劇が繰り返されると思います。ちょっと話をまとめます。これまで行政は計画規模以上の降雨で災害が発生した場合、想定外ということで責任を逃れてきました。ところが近年異常気象で想定外の災害が頻発するようになり、想定外が想定外ではなくなりました。計画規模が当てにならなくなった近年の豪雨を考えると、ダムは洪水調節で有効な選択肢どころか危険です。計画規模で災害を想定する現在の地理計画は根本から見直すべきだと思います。ご清聴ありがとうございました。